ジョホールバル移住の知られざるマイナス面ジョホールバル移住を真剣に考えていたのはこわもてなのに心優しいことで有名な西成出身のデンちゃんだったジョホールバル移住のマイナス面まずは日本人がよく気にする治安ジョホールバルを含むマレーシアは日本のアーティストであるガクトも移住しているように 日本人に人気の場所ではあるが思ったよりも治安が良くないのは長期滞在してみて気づく部分海外生活をしていてこのフィリピンの場合は安くてもお得に感じるものがあるがマレーシアの場合は値段相応というのが実際の感覚ジョホールの物価が思ったよりも高いと語っていたのは現地が長い順平だったそして ここがイスラム教の国であるというのは意外に忘れがちなところ日本人が移住してしばらくは文化の違いに馴染むのに時間がかかるもともとはイギリス領だったこともありアジアの中で英語は通じる方だがやはり世界第3の英語国フィリピンほどではないそれでもあるジョホールバル移住の魅力 こうしたさまざまな問題点はあるもののいまだに日本人のリタイア後の海外移住先として人気ナンバーワンのマレーシアここは長期滞在ビザの条件が人気に伴って厳しくなりつつあるがそれでも他の国に比べてまだまだ取りやすいのは確かやはり日本の東京や大阪よりも物価は安く生活費は全体的に下がる。 何より日本の高級マンションのようにプールやジムのあるコンドミニアムで基本家具付き月7万円かかわらずにこうした物件を借りれるのはいいちなみに俺が住んでいたフィリピンマラテのコンドミニアムは、えー、家賃が約2万円だったがジョホールバルの医療技術がそれなりに高いというのは 特ににに高齢になってからの移住には安心,できる安心という点では日本のように自然災害がそれほど多くないのもやはり大きな要素日本の場合は原発など二次災害の不安もある同じく人気のシンガポールにもアクセスしやすいこと教育移住で一時注目されたが英語だけでなく中国語も学びやすいのはいい。 海外不動産投資に興味があるあなたにとっては土地付き物件をあなた名義で所有できるというジョホールバルならではの魅力もあるプエルト・ガレラのビーチで出会ったプエルト・ガレラ出身の女性とアジア移住具体的にはジョホールバルに移住したのはモテ仲間の正道さん俺と同じく束縛されるが苦手な彼も 海外での南国生活をのんびり楽しんでいる。